単語リレーは、ウィラーとレインズが、福知山駅、宮津駅、網野駅、豊岡駅間を、宮福線、宮津線経由で運転している特別急行列車である。北近畿単語鉄道は開業以来、西日本旅客鉄道との直通運転により、新大阪駅、京都駅発着の特急列車を運行してきたが、2011年3月12日のダイヤ改正により、 新大阪駅への直通運転は終了することになった。これに伴い、新大阪駅発着で運行されていた特急、単語エクスプローラー、モンジュの KTER 線区間と単語ディスカバリーの KTER 線内完結列車を統合する形で運行を開始したのが特急、単語リレーである。列車名は公募によって決定され、 運転している地域を明確するための単語と京都、大阪方面の特急列車の接続及び利便性をアピールするリレーを組み合わせたものである。2021年3月13日改正時点では3往復が運行されており、2号は宮津福知山間、3.56号は福知山網野間、1.4号は福知山豊岡間で運行されている。 運行開始当初は下り5本上り6本が設定され、宮津線にしまいずる方面と宮福線を直通する列車の設定もあったが、KTRLHK の老朽化や特急料金の不要な快速を増発して、沿線住民の利用を促す目的から2013年3月16日のダイヤ改正で減便と一部区間の快速化が行われ、 西舞鶴宮津間の運行はなくなった。また、網野から、先の豊岡方面の運行形態は、安定せず、2016年3月26日の改正で、網野伊勢の運行が消滅、翌年2017年3月4日の改正で、快速列車としての運行区間ではあるが再び、豊岡まで運転されるようになるも、2018年3月17日の改正で、 豊岡発着がなくなり、2021年3月13日の改正で再再度豊岡発着の列車が復活し、現在に至る。福知山駅では新大阪駅発着の特急、ノトリ、京都駅発着の特急、木の先と接続している。福知山駅、大江駅宮津駅天の橋立駅与佐野駅、京丹後大宮駅峰山駅網野駅、 夕日が浦木津温泉駅商店橋駅、久美浜駅と八日駅、KTR8000 系機動車が使用されている。過去には、KTR001 系機動車も定期的に使用されていたが、現在では、KTR8000 型が検査入場等で、車両不足となった場合の大掃除でのみ使用される。ありがとうございます。